どうもこんにちは。今回はですね、人気のワークマンで購入した2022年冬物防寒着、実際に購入した5品をまとめましたのでご紹介します。これからの時期に活躍すること間違いなしの品なので、ぜひご覧ください。それぞれの長編動画もですね、概要欄に記載していますので、そちらもぜひどうぞ。どうもこんにちは、今回はですね、ワークマンのね、最強のジャケットを買ってきました。まあ、こんな感じなんですけども、早速ね、いろいろ細かいところを見ていきたいんですが、これね、ついてたやつなんですけど、防油と撥水という加工が施されているそうで、特殊加工で融点を上げて350度クリアと。キャンプで使うアウター、焚き火とかで燃えないアウター、火の粉が飛んでも大丈夫なアウターっていうのをね、探している方結構いらっしゃると思うんですけど、僕もね、そういったもの持ってませんでした。まあ、よくあるのがポリエステルの上着ですよね。ポリエステルの上着にしちゃうと、どうしてもですね、火の粉が飛んだら、まあ、言ったら一瞬で穴が開いちゃうんですよね。僕の身長が168センチぐらいなんですけど、見ての通りね、結構でかいです。まあね、サイズ S はね、女性向きだと思います。で、このフリーっていうのが、まあ、M ではないですよね。 L から LL、もしくはもうちょっと上の大きさぐらいあるんじゃないかなという感じがします。ワークマンで服をね、いろいろ買ったことがあるという方はなんとなくわかると思うんですけど、 LL もしくは 3L までいかないかな、かなり過ごしやすいと思います。さらに細かいところを見ていくとですね、このジャケットはですね、背面の部分、背中の真ん中から上ぐらいですかね、そのあたりの部分の素材がですね、ブラックアルミになってます。これがあることによってですね、保温効果がかなり上がるということで、実際に着ててもですね、背中のあたり寒さを感じることはありません。で、あとこれ嬉しいとこなんですけども、この袖の部分ですね、袖の部分ね、これだと寒そうって思っちゃうんですけど、こういうふうにリブがついてます。かなり伸縮性のあるリブなんですけども、これがあることによってですね、この袖口から、寒い空気が入ってこないです。あとはやっぱりね、押したいポイントとしてはこれですよね。このフード部分がここの中に収納できちゃうと。あとこちらがですね、フーテッドパーカーというやつなんですけど、これもね、結構あったかいですよ。で、これはね、うちの奥さんに買おうと思って、M と L とどっちにしようかなっていうのでかなり悩んだんですけど、家に帰ってね、買ったものを見てみたらね、 3L を間違って買ってました。なんですけど、3L でもね、僕168センチです。なんですけど、まあ、そんなに大きくないですよね。まあ、冬なんでこの下に厚着をするってことを考えると、まあ、やっぱ大きめを買った方がいいので、 3L とかでも全然問題ないんじゃないかなと思います。ちなみにですね、うちの奥さんは身長が156センチなんですが、156センチの女性がこの 3L のものを着るとこんな感じです。まあね、見てわかる通り、まあ、そこまでね、大きくはないんじゃないかなと思います。まず左右にファスナー付きのポケットがついてます。で、ここもね、なんか独特のね、こう開けやすい形状してるんですけども、内側には全面に、アルミがコーティングされているので、これまたあったかい。例えばここで止めることもできますし、今度はここと一緒に止めて動かないように固定したりってこともできます。フードをね、あんまり使わないっていう人は、この機能ね、ちょっと地味ですけど結構いい機能なんじゃないかなと思います。今右側に見えてるものが今回買ってきたものなんですが、フレームテックアライルフュージョンダウンリトルモンスターパーカーというものになってます。で、まあ、例によってですね、在庫がなかったので今回はね、 M サイズを購入してます。
でこちらのですねリトルモンスターパーカー、なんでリトルかっていうとですね、これが去年のモデルになるんですけども、このね見てわかる通り丈がねちょっと長かったんですよね。まあそういうこともあってですね、今回はちょっと丈が短くなってます。丈が短くなったので、まあ、街中でも着やすくなってるというふうに確かにカタログかなんかでは書いてあったような気がします。ここにポケットがある感じなんですよね。こう中のものが外にね飛び出しにくいっていう特徴があるポケットになってます。これは去年も同じですね。去年も同じ感じです。で一応ここもね絞ることができるので、まあ、ちょっとシルエットの調整みたいなのができる感じなのかな。でここの部分なんですが、ファスナーになってます。ファスナーがあって、まあ、ファスナーで首の上まで留めることもできますが、まあ、それとは別にねこのスナップボタンっていうのかな、ジャンプボタンっていうんだろうか、とにかくこうパチッと留めるボタン、これが 1,2,3,4 箇所ついてます。このフレームテックのね加工がされているズボンで、一度ね試したことがあります。フレームテックって本当に有効なんだろうかということ でズボンの上にですねファイヤースターターで火の粉を散らしてみたりもしたんですが、まあ、特に問題ありませんでした。ここからは実際に着てみた着用感をご覧いただきます。比較しやすいようにですね去年購入したモンスターパーカーと比較してます。家族で使いたいという方もいると思いますので、家族全員で着てみた着用感をご覧ください。そして色が変わったことによってですね街中でも着やすいデザインになったんじゃないかなと思います。僕は去年はですねモンスターパーカーを着てましたが、冬場でもね間違いない暖かさの製品でした。まあ、ジャケットがいかに暖かくてもですね下半身が暖かくないと、寒さが下から来ますので、下半身の防寒対策っていうのも、しっかりやっていただきたいなと思います。で購入したのがこちらなんですけれども、フレームテックアライルフュージョンダウンモンスターパンツと、つまりですね以前紹介したモンスターパーカー、これのパンツ版となってます。でこのモンスターパンツなんですけども、カタログで見た段階ではですね買うのはどうかなっていう感じで思ってました。っていうのがこのシルエットですよね。このぶっといシルエットと、あとこの裾の絞ってある感じで、あとこの、ポケットの部分がねなんかちょっと使いづらいんじゃないかなと思って躊躇してたんですけども、ちょっと独特なこの縫い目、この波がある感じというか、まあ、キルティングっぽいですよね。ポケット周りですけど、ポケットがねここに2つとここに2つあります。なので、まあ、ここの横の部分に関しては、まあ、ちょっと大物、例えばスマホとかを入れておいてっていうような使い方かな。ここにねブラックアルミがあります。これが、前で、こちらが後ろになりますが、後ろにもねしっかりブラックアルミがあります。なんかねここはやっぱ太いんですよ。太いんだけど、裾が絞ってあるのはやっぱりこの裾を絞らないと多分ね引きずっちゃうと思うんですよね。引きずっちゃうから、裾が絞ってあるんだろうと思います。まあそんな冬場でその着痩せするみたいな感じで考えなくてもいいと思うんで、まあ暖かいのが一番ですよ冬場っていうのはね。シルエットによってですね好き嫌いが分かれそうなパンツでもありますし、こちらもですねもしかすると在庫があまりないものかもしれません。で今回ご紹介するのはですねワークマンの冬物の靴です。冬になって買おうと思うとですねだいたい品切れなので、まあ、早いうちに買っとこうと思ってですね、ワークマンプラスに行ってきました。で実際にね試し履きしてみたんですが、僕の足がですねだいたい27センチぐらい、LL でもね全然履けたんですが、まあ、余裕を持って履こうと思えば 3L なのかなという感じだったので、サイズはね 3L としてます。でこちらがね付属の紙なんですけども、まずねアイスソール、これは氷と雪に対して、滑り止めの効果があるということでしょう。あと防水加工か。でこちらに関してはですね、この靴自体が縫い目をなくしてレインブーツ並みの防水設計と、まあ、これね後で革に入ってみようと思うんですが、一応防水設計になっているということです。まあ、靴に関してはですね耐久性どうなのかなって感じがするんですが、まあ、この値段なんでワンシーズン持てばいいのかなという感じで、履き潰す感じで使っていきたいなと思ったりしてます。まあ、触り心地がねヤスリみたいなゴムなので、ちょっと氷の上で実験するっていうのがですね今時期的にできないんであれなんですけども、これは確かに滑りにくいのかなと思います。まあ、あとね注意点なんですが、これ履いてねキャンプやろうと思ってます。冬キャンプやろうとは思ってるんですけども、素材がですねポリエステル 100% です。なので焚き火とかしてる時ですよね、火の粉が飛んでくると危ないので、まあ、その辺はちょっと注意かなと思います。さあそれではですねこの靴履いていってみましょう。絶対暑いでしょうけどね。で履き心地ですね、履き心地に関してなんですけども、あそうだこれもねこのケベックネオを買った、ポイントだったんですけども、軽い。
すごく軽いんで、先ほど候補に挙げたものと比べるともう履いてない感じですね。まあ、当然ですね、これ防水ってありますけど、防水っていうのは溶けた氷とかですよね、溶けた雪の中を歩くとか、まあ、そういったことを想定しての防水なんだと思います。ただこのチャンネルでは普通に川の中に入ってみます。ということで今回はワークマン2022年冬物、こちらからですね5つの商品をまとめてご紹介しました。やっぱりワークマンの良さっていうのはですね、安さはもちろんのことなんですが、その中にですねしっかりと機能性を持たせているというところにあるんじゃないかなと思います。今年の冬キャンプに行く前にですね、ワークマンでこういった防寒着を揃えてみてはいかがでしょうか。冒頭にもお話ししましたが、それぞれの長編動画は概要欄の方に記載しています。そちらではですねそれぞれを振り下げてご紹介してますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは